シニアライツクラス決勝ヒート14周の戦いです。それではスターティンググリッドをご紹介してまいりましょう。ボールポジションはゼッケンナンバー11番チームグローバル伊藤修馬。今シーズンに入ってシニアライツに参戦をするようになりました。まだ実はレース3回目というそういったキャリア。父はスーパーカートのドライバーです。本日出場しています KZKZ マスターズに出場していますハリーさんはライバルだとおっしゃっていました。そんな父を持つ伊藤修馬、今日はタイムトライアルウェットコンディションでトップタイムを、予選ヒートは他を圧倒する独走を見せて6秒5引き離してのトップチェッカー、決勝ポール獲得です。セカンドグリッドはゼッケンナンバー30番グレンブルーレーシングチーム菊池海里。これまで2019年に1勝、その前2017年にも1勝を飾っています菊池海里。今シーズン開幕第2戦はちょっと悔しい思いをしてきました菊池海里。今回セカンドグリッド高ポジションからのスタートです。2列目3番グリッドはゼッケンナンバー1番去年のチャンピオン、昨シーズンは2勝を飾って、さらには大人のフェスティバルマスターズカップでは大場エリカ選手に次ぐ2位を獲得する、そんな速さと強さを見せています井上和也。4番グリッドはゼッケンナンバー33番こちらのヘルメットディズニーワールドが広がっております、乾友紀。昨シーズン開幕戦での優勝、今シーズンもすでに1勝を飾っています。前回勝った時にはウェットコンディションでの勝利でした。今回も勝利なるか、同コンディションとなっています。3列目5番グリッドはゼッケンナンバー97番ヒーローズ岡本大地。表彰台獲得経験ありますし、常にトップ争いを展開します岡本大地、目標の優勝なるか。6番グリッドはゼッケンナンバー36番トレンタクワトロ名古屋宮脇春。鈴鹿選手権シニアマックスに出る、そのステップボードとして位置づけていますこのシニアライツ、上位を目指して頑張ります。4列目7番グリッドには水波の絶対王者やってまいりました、ゼッケンナンバー27番平井プロジェクト with アッシュ船橋ひろどり。これまで SS4 度のチャンピオンを獲得しています船橋が、ここからどう順位を上げてくるのか注目です。8番グリッドはゼッケンナンバー18番 AP スピードウィズサブラ浅野久人。2015年当日から始まってまだ初期の頃の時代に出ていました浅野久人、その時に水波で1勝を飾り、なんとこの年フェスティバルのウィナーであります。でこれまで他のドライバーのメカニックとしてチームを支えてきた、そんな浅野久人が久しぶりのドライバーとしての登場です。5列目9番グリッドはゼッケンナンバー12番トレンタクワトロ名古屋橋場かける。開幕第2戦の3月のレースでは表彰台を獲得、それによりましてウェイトハンディキャップ1キロを背負って今日戦います。10番グリッドはゼッケンナンバー63番電車の運転士さんなんです、トレンタクワトロ名古屋石川拓也。前回大会は5位入賞を果たしていました。それまでも本当に速さも見せてうまさも見せて上位集団に加わるバトルを見せているんですけれども、ファイナルラップで飛んでいってしまったり、ファイナルラップはさらにあと数メートルでチェッカーといったところで DNF になってしまったりなどですね、いろんな不運もありました昨シーズンでしたけれども、今シーズンは気持ち新たになんとか入賞をといったそんな選手です、石川拓也です。11番グリッドは絶景ナンバー51番春田カートクラブ近宗春田。シニアに出ていました近宗春田、ラグビーもやっててですね、非常に体も大きくてシニアで戦うのは結構つらいみたいなことを言ってた時もありましたが、今年は学業もありましてこのシニアライツで様子見ということなんでしょうか。14番グリッドは水野哲也、
13番グリッド水留剛ともにチーム近藤レーシングから、16番グリッド石田邦彦、そして15番グリッドは北勇気という、そういったメンバーで戦います。シニアライツクラス隊列がホームストレートに戻ってまいりました。決勝ヒートブラックアウトスタート切られました。わー、伊藤修馬ちょっと飲み込まれてしまった。アウト側からスタートしていきました。菊池海里が前に出ていったかと思った、その矢先乾友紀が現在は前に出ていきます。しかし3コーナー手前では菊池が取り戻し、転倒は菊池海里。さあ5コーナー手前でインにマシンを振っていきました宮脇春、伊藤修馬の横に振って4番手に浮上です。オープニングラップ鎖骨越えと入ってまいります。先頭は菊池海里、2番手に乾友紀、3番手にはこれ船橋でしょうか、船橋広瀬が上がってきて、いや、ごめんなさい、3番手には絶対ナンバー1番の井上和也です。さあバックストレートエンド、インサイド試みますが乾友紀はラインをアウト側を選択。井上和也は2番手に浮上をしました。3番手に乾友紀、さあ井上和也この勢いでトップを奪いそうな勢いなってまいりました。オープニングラップトップと2番手との差、現在のところこんな感じなんですが、さあこの勢いですと井上達也上がってきそうです。セクター3では全体のベストをマークしています。3番手には乾、4番手が宮脇、そのインサイドのコーナー取り戻していきます。ポールからスタートをしていきました伊藤修馬、クロスを取りまして宮脇が4番手に戻ります。5番手伊藤、6番手この集団がですね、タコツバに入ってまいりまして、ここが大混戦、前の2台が伊藤修馬と宮脇がかなり激しい進行バトルをしているために、後ろもですねちょっと苦しい状況。この6番手集団の先頭にいました黄色のヘルメット、そして港写真を借りますのが、これが先ほどご紹介しました電車の運転手の石川拓也です。石川拓也現在のところ6番手まで上がってまいりました。さあトップ争いこの周回で勃発、1コーナー横に並べかけてきました井上和也、前にスッと出て菊池海里を捉えていきます。3コーナーでは井上が前、2番手には菊池海里、3番手乾友紀というオーダー、4番手伊藤修馬、5番手には宮脇春、5コーナーその宮脇のインサイド、6番手の位置から石川拓也が試みていきますけれども、ここはちょっと届きません。あ、そして5コーナー手前水戸剛がスピンオフしてしまいました。最後で5番手争いタコツボです。石川拓也と宮脇春、そのインサイド、その後ろから船橋弘則がついていきまして、石川の後ろ船橋宮脇を捉えまして6番手に浮上です。5番手集団大混戦、石川拓也を先頭に、わー最終セクション船橋弘則、やはりさまざまな技を繰り出していきます。船橋弘則5番手に上がります。5番手船橋、石川のその後ろ2コーナー手前では宮脇をパスしていきました。こちらのドライバーは星葉かけるです。さあ宮脇はちょっとずつちょっとずつ順位を落としてしまう。5コーナーでは石川拓也と橋場かけるのバトルが、その前では宮脇と岡本大志がバトルがというように激しい差を見せています。上空からの雨は止みません。降り続いている中先頭を走りますのは鉄拳ナンバー1番のドレンタクワトロ井上和也、開幕戦や第2戦の時にはちょっと苦しみました井上です。最終セクションから後ろをやや引き離した状態で現在トップ、2番手の菊池海里との差が本間963です。2番手菊池、3番手井上裕樹、2人ともタイムは56秒9同票です。この目視ではかなり迫っているように見受けられます。後ろから来る、さあその後ろが動いてまいりました。伊藤修馬のインサイドを伺っていきますのは船橋弘則、津波の走らせ方はもう自分のように水を通していて気持ちとして持っています。その船橋弘則が第2戦のこのウェットコンディションの時には、また第1戦の時にはタイトドライヤーには京都は違ってドライだったんですね。その時はスローパンチャーでタイム振るわず、そして予選ヒートではポジションを上げて
。この周回でも伊藤修馬をパスしまして現在4番目まで上がってまいりました船橋宏典です。残り周回は4周です。残り周回9周です。まだまだあります。5周終了6周目。さあその船橋近藤5コーナー手前、ベテランといったはこの乾もそうなんですが、乾のインサイドを伺っていきまして船橋宏典3番目まで上がってまいりました。ペースとしましてはですよ、もう他のドライバーと比べるとめちゃくちゃいいというわけではないんですけれども、そういったところ腕掛けて横に並びかけて立ち上がりもしっかり決めてといったところでは、そんなに大雑把に手を取りません。最終セクションに入ってまいりました。3番手まで上がってまいりました船橋宏典。今度はこのポジション、最終コーナーから2つ前の難しいこのコーナーでも入っていきます。船橋宏典船橋が福地大義を捉えていきまして、2番手浮上。スターティンググリッドはこの船橋宏典、7番グリッドからのスタートでした。現在のところ前にいる選手はというとトップの井上和也しかいません。このトップと2番手との差が1秒6あります。1周につき前がいなくなったこの周回でタイムの方を見てみますと、セクター1で見てみるとコンマ1秒上回っています。船橋コンマ2秒かな上回っています。船橋です。セクター2で見ますとコンマこちらも2秒とすると、戻ってくるとコンマ5秒からコンマ6秒ぐらい前を走ります。井上和也よりも上回ってくるということを考えると、残り周回8周、これは井上和也気をつけてペースアップをしていかなければ追いつかれてしまいます。現在バスケットを記録していきました船橋宏典、前に選手がいなくなったことでさらにスピードを増してタイムは55秒890とファスティストを記録しています。現在2番手船橋宏典、先頭を走ります井上和也、タイムは56秒682。2番手船橋宏典、先ほどの周回タイム55秒890。その2人のタイムギャップは本番8秒となっています。でもセクター2では井上和也自己ベストをマークしています。セクター1では全体のベストを船橋宏典がこの周回さらにマークをしているということから、この2人のタイムギャップこの後どのようになってくるでしょうか。ホームストレートに戻りまして残り周回は6周、2人のギャップは本番7秒に迫りました。3番手には菊池会議、その後ろの2塁のインサイドを伺っていきますのが橋場翔です。開幕予第2戦の時にもこの2人やり合っていました。橋場翔は現在ウエイトハンディキャップ2キロを背負っての戦いになっています。そんな橋場翔が2塁勇気を捉えていきまして、橋場現在は4番手に浮上しています。さあ、ここつぼです。この勢いで一方に橋場翔というところですが、一方でタコツボ立ち上がりでは2塁勇気がちょっとバランス崩してしまったところでしょうか。後ろから鉄拳ナンバー11番の伊藤修馬が追い上げを図っています。レースは中盤、ホームストレートに戻ってまいりました。2人トップ2コンマ7秒の差から一気にタイムギャップを縮めてコンマ266の差まで追い詰めてまいりました船橋宏典。現在ウェイトハンディキャップは3キロ積んでいます。井上和也強化と配当というそういった局面なんですが、5コーナーから立ち上がってきます。ちょっとラインを外してしまったか井上和也、いやそこを選択していったのか。一方で3番手争いも激しい戦いを見せています。トップ争いはタコツボ、3番手争い、さあラインを変えてその水たまりの大きなタコツボでのオーバーテイク、これは橋場かける前の菊池会議を捉えてそこまではいきません。クロスラインで橋場翔が現在3番手、4番手には菊池海里、この2台が3番手争いを展開している中で後ろの伊藤修馬再びチャンスを見出し始めました。トップ2の間隔が本当に限りなく少なくなった状態でホームストレート、ノーズを入れかけて船橋宏典1コーナー横に並びかけてオーバーテイクを成功させ、前を抜く井上翔也を捉えていきました。先頭は船橋宏典に変わります。ウェイトハンディキャップ3
キロを積んでいます。船橋5コーナーから立ち上がってまいります。先頭は船橋。さてここでデッケンナンバー12番の橋本が警告されまして警告通過されています。さあタコツボトップ争いが再び勃発。このまま抜かれて差を広げられてしまうのかと思った矢先、井上和也がしっかりと船橋に追いつき、再びタコツボでオーバーテイクを仕掛けていきました。飛び上がっています。船橋井上和也最終コーナーから姿を見せました。トップ2、その間隔は本間381、残り周回3周。3番手争いは横並びでホームストレートから1コーナー、2コーナーへのアプローチ、菊池のインサイドを伺っていきます。3番手争いまだまだ横に並んだ状態からようやく4コーナーでは団子状態のままです。足もかけるか、そのインサイド伊藤修吾が入ってきた。さらに後ろ近宗春人も入ってきた。スリーバイトで5コーナーからの立ち上がり、タコツボへとアプローチをしていきます。伊藤修吾入れるかどうか、菊池海もチャンスがあるかもしれない。タコツボからの立ち上がり、3番手争いはかなりの団子状態になった状態で岡本大地が、さらにはですね石川拓也も含めまして大きなバトル。ラックストレートエンド伊藤修馬と鹿島かけるのこちらの戦い、現在3番手にいますのは伊藤修馬かどうか、あそして石川か、今スピンを切ってしまいましてバックストレートイエローズバックが現在振られています。さあホームストレートは3番手争い、絶景ナンバー12番の鹿島のインサイドを伺っています。伊藤修馬、この3番手争いがかなり佳境になった瞬間に上空からの雨粒の量が増えてまいりました。難しいコンディションになり、トップ2の方もラップタイムがダウンし始めています。残り周回は2周です。残りは2周。3番手争い、伊藤修馬か橋場かけるか、三井勇気か、ここに加入の近宗や菊池海里も戻してくる可能性も大いにあります。残り周回1周半、トップ2は再びバトルできるかもという近づいてまいりました。鉄拳ナンバー1番の井上ホームストレートに戻ってまいります。残り周回は1周ファイナルラップ。トップ争い1コーナーから2コーナーへと向かっていきます。3番手争い、鉄拳ナンバー12番の橋場かける、守りきれるか、後ろからは一撃なるか、伊藤修馬。トップ争いは5コーナーへとアプローチ。3番手争い接触、伊藤修馬好勝負、接触をしてしまったのは乾でしょうか。そしてトップ争いはタコツボへとアプローチ、井上克也、ここは手が出せません。そして3番手は単独になりました。3番手単独、橋場かける、そして4番手には乾、5番手は近くでという状況です。そして S 字に差し掛かりましたトップ争い、先頭は船橋弘成、その後ろからは井上克也、最終セクションに入ってまいりました。スターティンググリッドは7番グリッド、そこからトップを目指して、現在トップチェッカーはゼッケンナンバー27番船橋弘成、2番手井上克也、ナイスファイトでした。3番手はゼッケンナンバー12番橋場かける、4番手井上勇気、5番手には近宗春田、6番手菊池海里、7番手石田久美子、8番手には岡本大地、9番手北田勇気、10番手に浅野久人、11番手宮脇春、山川、石川、水野、そして伊藤修馬、再スタートでチェッカーを受け、水野剛というオーダーとなっています。シニアライツクラス決勝ヒート14周、トップでチェッカーを受けていきましたのは未来プロジェクトウィズアッシュ、この水並の絶対王者船橋弘成でした。ハッテストは2番手でチェッカーを受けていきました井上和也、コースレコードも持っています井上和也が今回もファーストでした。以上シニアライツクラス決勝ヒートでした。